下一品武道会、三国の代表による武の共演、もしくは三国代表の脳筋たちによるバカの共演。これはまさに各国の威信をかけた戦争とも言えるのではないでしょうか。ち、とっても楽しみです。ってなわけで、本大会の帝京は三国の象徴であり、三国の代表であり、三国一の種馬野郎と名高い本郷皇帝。ま、皇帝ってのは言い過ぎだけどね。解説者には謎の乙女二人組と五都米道継承者加賀の叔父。違う、ゴッドウェイドだ。それに俺はまだおじさんではない。ゴッドベイダーの継承者カダのお兄さんと。どうもカダです。乙女道を追求する究極の美女朝鮮ちゃん乙女道アジア方面全継承者であるこの卑弥呼がお届けするのである。というわけで、解説はこんな濃ゆいメンツということになってしまいました。これって何？知恵のいじめ？拷問？新手の寝取られなのかずと。費用も手間もいりません。誰でも簡単高収入って言うから仕事を受けたのに。詐欺、横暴、女を食い物にする本郷勝と許すまじ。許してほしかったら明日私とデートしなさい。では大会規定を説明します。楽隊の皆さん、音楽開始。私てっきりご主人様から言い出したものだと思ってた。規定の銃に関してはまことしやかに参戦者の間に広がっていて収まりがつかなくなってしまったという報告を受けていますが。まあ出どころは一つだろうな。だから言っただろう、おいおいわかると。そういうことだ。しかし相変わらず的確な状況判断だと言わざるを得ないな。本郷を餌にすれば皆本気を出すと踏んだのだろう。あながちそうとも言えんさ。見ろ、アイシャとスイなどかなり入れ込んでいるだろう。の銃が公開されてからというもの、あのお二人の気の入れようは半端じゃありませんでしたから。特にアイシャちゃんなんて合同鍛錬が終わった後も一人で自主練してたみたいだし、
愛されてるね、ご主人様。それでは第一試合の組み合わせの発表です。第一試合、食の青龍刀菅雲長。我が青龍刀に立てぬものなし。対するは2つの思いを二重螺旋に織り込んで明日へと続く道を掘りまくる義の熱き螺旋王李天。うちの螺旋は剣をつく螺旋や。紹介とともに名乗りを上げた2人の将がどういった戦いを見せてくれるのか。では試合開始の合図を卑弥呼さんお願いします。うん、それでは天下一品武道会第一試合、レディーファイト。こうやって対峙するのは、そう、2回目ぐらいか。せやな、あの時は3人一緒やったけど、今回は1人や。なかなか胸が高鳴るで。そういうことだろうな。解説者席にいても関羽の闘気がビリビリと伝わってくる。さすがアイサちゃんに、新たな外衣師の起点を担っただけあるわ。にふふふ、今回のご主人様は別に知らなくてもいいの。そんなことよりご主人様よ、二人の体重から目を離してはいかんぞ。勝負は一瞬にしてつくだろうからな。第一試合ごときで体力と気力を消耗させるわけにはいかんのでな。早々に決めさせてもらおう。それはこっちのセリフやで。武神と謳われる関雲長の壁、掘り抜けるのはうちの螺旋のみや。気弾を込めた螺旋層は通常時よりも数倍の出力を叩き出す。先手行かせてもらうで。いいだろう、その一撃不正で見せて返す刀でそっくび叩き落としてくれようぞ。来い。因果も定めも突破して命の叫びが天下に響く。この一撃に全てをかける。利天が獲物、螺旋層が一撃の名は。怒涛衝撃、地流螺旋層、おーりゃー。なんて無茶苦茶な。無茶で無謀も何のその、気迫さえあれば何でもできる、人の力の証なり。いっちゃいなさい、魔王チュワン。ぶち抜け。剣魂一滴、七転び八起き、魔王元入り天の必殺の一撃、地流螺旋層を関羽が片手で止めてしまった。
片手で止めるやなんて。魔王、貴様の力は確かに素晴らしい。だが我が鉄壁を抜くには力不足も甚だしい。なんちゅう壁や。真の力とはどういうものか刮目せよ。我が槍は無双、我が魂は無敵。受けてみよ我が魂の一撃を。青龍激輪山デリャー。やーガク、これは決まった。さすが武力99、武力49なんて目じゃないって感じ。我が青龍刀を止められるものなど、いはしないのだ。勝ち誇った言葉とともに、第一試合は鬼神、菅雲長の勝利となりました。今の戦いを見てどうでしたか、加田さん。相手に必殺技を使わせ、それをいとも簡単に粉砕して、格の違いを見せつける。素晴らしい戦いだったと言えるだろう。うん、しかしながら強敵に恐れず立ち向かった利天の姿も称賛せずにはおられんな。頑張ったわね、魔王ちゃん。あいたたたたたたた。大丈夫か、魔王。手伝うの。私が治療します。さあこちらへどうぞ。うーん、すまんなゆえちゃん。大きな怪我はしてませんね。ただ打ち身がいくつかありますから、念のため湿布を貼っておきましょう。ありがとうな。怪我は打ち身だけやから大丈夫やで。けどやっぱ愛者は化け物やわ。まさかうちのとっときの調筆片手で止められるとは思わんかった。あれは正直ドン引きしたの。優勝賞金やったらカラクリカコートン将軍の他にもカラクリトーカちゃん、カラクリミンメイちゃんが作れたのに。頑張る。勝者カンは意気揚々と参戦者控室に引き上げ、敗者利天は仲間たちに支えられながら武道場より退場するという、まさに下道な天下一品武道会。続いて第2試合が始まるよ。ってわけで第2試合選手入場。東より登場するは食のちびっこ大魔人縁人長飛選手入場です。ガオーネノダ。対するは高等の皇族出身という異色の出、皇族王に俺はなる菅ゴーハ選手の入場です。皇族王に我はなる。案外ノリのいいカンネ選手、怖い人かと思ってたけど案外面白い人だったり。うん、リミンだってなるのだ。
ノリのいい観念選手に対抗するように張飛選手も前に出てきたぞ。で、何になるの？食いしん坊にリンリンはなる。はいはい、それじゃあ第二試合始まるよ。流すな、なのだ。長物を使うリンリンと接近戦を得意とするシシュンの勝負か。これは見ものね。カズトはどうなの？優柔不断とも言われかねない答えね。まあカズトならそれが通用するんじゃないかしら。まあそれは否定しないけど。そうね、正直こればかりは何とも言えないわね。純粋な力という意味ではリンリンに軍配が上がるでしょうけど、シシュンには速さと鋭さがある。力対速さ、一瞬の勝負になるでしょうね。なんだかこっちまで緊張するよ。リンリンちゃん、頑張れ。両者一歩も動かず、虎視眈々と相手の隙を待っているんでしょうか。っていうか、少しは動いてくんなきゃ実況のしようがないんですけど。二人ともなかなかいい目で相手を見てるわね。一挙手一投足をも見逃さない鷹の目をしておる。良い乙女たちよの。すぐに私としては二人を勝者にしてあげたいけど、それは無理なのよね。勝負とは非情なり。一方が勝てばもう一方が敗者の席に着かねばならんのは必定だが、しかしそれでも戦っていける者にこそ真の力が宿るのだ。時は今、行け、凛しく気高き乙女たちよ。うりゃ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 。それを待っていた。演出と張飛、鈴の音とともに読み知恵先導をつかまつる。取ったぞ。私の勝ちだな。見事なり観光派勝者、皇族を観光派。まあ今回は速さの勝ちといったところかな。そうだな、観音の刃は確かに張飛の首元に当てられているが、見ろ。あ、リンリンちゃんの打棒がもうちょっとでシシュウさんのお腹に触れそうになってる。そういうことだ。張飛の獲物がもう少し短ければ勝者は入れ替わっていただろう。二
懐に入られた時点で詰んでいた。けれど逆に言うならば、懐に入られなければ勝者はリンリンになっていたかもしれないということね。それが分かっていたからこそ、シシュンは千の千を取ってみせたのよ。そりゃうちの主力が勝ったんだもの、嬉しいに決まってるでしょ。負けちゃったのだ。お前の攻撃の鋭さは私の想像以上だった。再び戦えば今度は私が負けるかもしれんさ。いい試合だった。またやろう。うん、今度は絶対勝ってやるのだ。私こそ次も勝ってみせるさ。ニフフ、激戦を乗り越えた後の友情って本当に美しいわね。うん、両者あっぱれであった。素晴らしい試合、素晴らしい選手たちです。これぞ友情、努力、勝利の方程式。しかしながら現実は過酷。勝者観念さんは控え室に、リンリンちゃんは舞台を降りてください。続きましては第3試合、選手の紹介です。東から登場するは五の黒い悪魔。この人に捕まったら精神的に追い込まれすぎて生きててごめんなさい状態になってしまうと言っても過言ではない。怖いちびっこ精神処刑人集大。なんだかひどい言われようです。ちなみに民名は我が親衛隊として私の命を何度も助けてくれている武勇の士だ。これを見ろ。あわ、レンファ様、服を返してくださいよ。見ろ、ここと、ここと、ここに私を救ってくれた時にできた傷があるのだ。どうだ、すごいだろう。カブト、あなたにはこれが見えないの？勇敢なる民名の名誉の負傷が。普段の民名はおとなしい子だけど、天下一品武道会で優勝してもおかしくない武勇の持ち主なのよ。みんな、そのことをしっかりと覚えておいて。それはいいですから、服返して。いや、まだだ。民名、確か先日死角から私を守ってくれた時についた太ももの内側の根元にある傷を見せてやりなさい。
夫、恥ずかしくなんてない。名誉の負傷なのだから堂々と見せてやりなさい。はいはい、中心自慢は微笑ましいけど進行の邪魔になるからどいてくださいね。ってわけで解説者の方々よろしくお願いします。どーれー、では排除するかの。え、ふんにゅー、どっせして対戦相手のご紹介です。呉の周体に対するは魏の良心にして魏の制御棒、この人なくして魏は成り立たず。過去を明細、満を持しての登場です。買いかぶられたものだ。しかしその期待にはできるだけ応えよう。シューラン様かっこいい。おっと、チーテは思わずシューラン様の雰囲気に燃え上がっちゃった。ってわけで解説のお二方、この勝負の見どころなんかをちゃちゃっと説明しちゃってくださいな。そうね、ミンメイちゃんの長刀とシューランちゃんの弓、普通に考えるならばこの獲物の時点ですでに勝負はついてるんでしょうけど。うん、接近戦で弓など武器にもなりません。普通はな。さらに言うなら、ミンメイちゃんの速度も問題ね。シューランちゃんよりも速く、そして獲物も近中距離に対応できる長刀。しかし、そんなことは過去を明細も分かりきっていることであろう。その不利を覆すために、何らかの秘策を胸に秘めていると見るべきね。その通り。逆境に際し、知恵を絞って秘策を考え、その逆境を覆してこそ、真の武人なり。奮闘せよ。過去を明細よ。なんだかおっさん二人がやたら盛り上がっててキモいんで、とりあえず第三試合ちゃちゃっとやっちゃってください。近接戦闘で弓相手に遅れを取っては呉の親衛隊の名が廃ります。最初から全力全開でお相手させていただきます。ああ、私も全力でお相手つかまつるが、しかし一つだけ忠告しておいてやろう。忠告ですか。ああ、弓が接近戦で不利と思っているようではまだまだだな、ミンメイ。開始直後、奇襲ともいえる花光炎の射撃を周体紙一重でかわした。やれ、だが4本ぐらいできて当然だ。シューランはな、一度に塔の矢を放つことができるのだ。どうだ、すごいだろう。なんであんたが胸を張るのよ。シューランは私の妹なんだから、姉の私が胸を張るのは当然だろう。そういうことだ。
まあ春蘭の姉バカは置いておいて、見ていなさい。カズト、弓の腕前でもなく隙のない大義でもない春蘭の真骨頂、それは園屋、離させはしません。甘い。まだです。せーい。だが、修羅の勝ちね。体勢を崩された民名、それとは逆に体勢を整え矢をつがえようとしている修羅、この状況を見れば罪は明白よ。これで罪だ。10本の矢を同時に放ち、その全てが相手に命中するという脅威の技を披露した加工園。さあ審判の判定やいかに。弓を獲物にしている将は、矢が何本、どこにどれだけ命中したかによって勝敗を判定するという特別規定があるんです。審判の判定は、旗は紫。この瞬間、加工園選手の勝利が決定。なかなか爪への道筋が見えなかった。さすがだな、民名。ああ、負けてしまいました。全て計算で私の姿勢を崩すように矢を放っていたんですね。一兵士ならいざ知らず、名高き将との近接戦で弓が勝てると思うほど私は無双家ではないさ。だが矢を放ち相手の行動を制限することはできる。1の矢でダメならば2の矢、3の矢へとつなぐ。そうして詰ますのさ。すごい、勉強になりました、修羅さん。こちらこそ、速さが心情の将との戦いについてもう少し考えなければならんと教えてもらった。良い試合だった。今後もよろしく頼む。こちらこそ。さあ、舞踏場の上では爽やかなやり取りをしておりますが、残念無念、超残酷。勝者は控え室、敗者は舞台よりさっさと降りる。爽やか青春劇もいいけれど、次が詰まってるんだからさっさと場所を開けろ。そうだ、早く降りないと。ではまたです、シューランさん。ああ、よし、舞台開いてね。じゃあ早速第4試合開始。
ようやく1回戦終了。時間もないからさっさと2回戦に移っちゃおう。お次の対戦組み合わせはこちら。